はいアメリカの心臓外科医があらゆる質問に答えるコーナーをしています、えー、続いての質問は「心臓外科医などの専門医をして心臓専門の手術をしつつ救急が来た時は救急医としても働くというような人はいるのでしょうか?え」ー。いるんじゃないかなと思いますね。 あのまあ、実際には僕が日本にいた時とかあの基本的には例えば心臓外科医は心臓外科医だし救急の人は救急っていう形で分かれてたんですけれども施設によっては例えば救急所属で心臓外科医の手伝いをしている人とか逆もしっかりで心臓外科医の医局所属で救急の手伝いもしているみたいな感じの人がいましたね。僕が留学すする前前前3年年ぐらいでかかね4年前か にえー、とちょっと短期間で働いてた大学とかにいた僕の同期の、えー、医者当時、えー、10年目ぐらいですかねの、えー、心臓外科医の人は、えー、と救急に、えー、非常に興味があって、えー、と週の例えば数日救急で働いて。 で、緊急手術があった時にこっちに来て心臓の手術をしたりとかあるいは予定の手術心臓の手術をしたりとかっていう風に、えー、こう分けて使っていましたね今本人ど救急にいるのか心臓外科にいるのか分かんないんですけれども、まあ、そういう働き方も許されれば基本的には問題ないのかなという風に思いますしあの非常に面白いなとは思いますね。あのどちらののの方に興味もあれれば専専門門、まあ、心臓外科ってていう部分の専門ををかしてそれをまあ救急の場で で使うこともできるし、逆もしっかりで心臓外科の患者さんに対して救急で得た知識をもとに治療を行うっていうふうなあのことができたら素晴らしいなっていうふうに思いますね。医療ってあのマンあると思うんですけれども、心臓外科がまあ主役で天才的なまあ心臓外科の浅田がまあいろんな患者さんを治していくっていうんですけども、あのまあ ER まあ救急のまあ教授に見いられてですね、と救急の患者さんの診察とかをするようになって。 いるんですけれどもまあ、そういう時もいろいろあのー、編集を連れて行って救急の患者さんを見てで心臓外科の手術もしてあの漫画ではもう普通の外科の手術とかもやったりとかしてたんであのー、まあ、あのー、そういうのは実際にはあるのかなっていうふうには思いますね。あんんまり見ないいとはは思うんですけれども、はい